CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本近現代史番外編、倉山満さんと共にお送りしていきたいと思います。倉山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は武田鉄矢という悪党の話です。悪党の話。金八先生について熱く語ろうじゃないですか。そういうことなんです。はい、今日は金八先生の話です。はい。はい、ちょっと論言にしてこようかなと思ってね。なんで君はって。あ、向かそうそう。今、モノマネしたらいいですか。あ、どうぞ。こんな振り方ね、一番やりにくいですからね、はい、芸人として。昔あの、マヤミネオっていう人がパタリロって漫画書いてて、はいはい、で、史上最強の劇薬を作るっていうんで、ありとあらゆる毒薬を入れて、うん、最後にあの武田鉄矢のブロマイドを入れると、っていうのをやってましたよね。わかります、はい、武田鉄矢最強なんですよ、はい、で悪党って言いましたけど、うん、悪っていうのは強いって意味があるんですよ、うん、であの鎌倉幕府の既成の秩序からはみ出していると、はい、でしかもレッテル張りでもあるんですよ。御家人同士が裁判で相手のことを悪党ってね、うん、言ったりしてる、はい、うん、いうことぐらいの話もあるぐらい で一説には楠木正成であった北条特捜家の秘官だったというね、悲観あの家来あ家来っていう説もあるぐらい で悪党っていうのはレッテル張りですね、はい、ただ悪っていうのは今ほどあのデビルとかイーブルとかそういう意味じゃなくてストロングの意味も日本語にはあるんですよ。うん、で日本人って 100% の善 100% の悪っていうのにそぐわないんですよね、はい、うん、まあ人間ねいいとこもあれば悪いとこもあるだろうみたいな、ね、はい、ところでなんですが、うん、で楠木正成はこの本で主人公になり損ねたのは、はい、よくわからない、うん、本当にある日突然出てくるんですよ。そうですね、確かに人生前半のあれば出てこないですもんね、うん、ほとんど。で、あのなんでいきなり挙兵したのか、うん、でなんであんな無謀な戦いをしたのかさっぱりわからない、うん、で広告史家にかかるともう尊王、狂信的な尊王論者だったからってことになるんですよ、うん、だったらあんな冷静な戦い方できんだろうし、後醍醐天皇にも結構言いたいこと言ってますからね、うんうん、でそこでですね、あの戦前はもう楠木正成っていうのは天皇陛下のために死ぬのが正しいんじゃ、息子もお前ら全員死ねみたいなことを言った人っていうんで美化されて教えられてたんですよ、はい、でそのまんま現代でやるとこれはヒーローになりません、うん、頭おかしい人ですで NHK 大河ドラマで太平記やる段になった時に、はい、やっぱりあの楠木正成へのことをちゃんと描きたいと、うん、でそれであのあえてあの戦後民主主義の象徴みたいなあの金八先生を演じた武田鉄矢さんにやってもらったと、うん、武田鉄矢さん自身がびっくりしたらしいですからね。なんですか。いや2枚目だろとやるのはって、高倉健とか小型健が やる役だろって、うん、俺でいいのっていいんですと、はい、だから河内のおっさんとしてやってくれと、はい、でしかもすごいんですよ、もう 武田鉄矢演じる楠木正成のセリフが憲法9条だ、うん、えいや本当に、うん、な弟があの赤井秀和なんですけど、はい、であそうでしたね、はい、そうだ正末っていうね、はい、いや物本のねあの逆賊皆殺しにしてやるみたいなセリフ言ってる人の役が赤井秀和なんですけど、うん、で思いっきり左ストレートで柳葉敏郎を殴ったりねしてたんですけど、まあ、そういう演出もあったんですが、であのなんか幕府の役人がわしらの縄張りを荒らしたってどうするんじゃ兄者戦うぜって言ってる時に、うん、いや家の中に泥あの、ね、入られたらあの泥でね拭けばいいと、ね、あのわしら あの商売の場を荒らされた他の場所に行けばいいみたいなね、なんで憲法9条なんだよ いつから楠木正成は憲法9条を信じるようになったんだよみたいな話になってて、うんうんうん、でそれであの立つシーンがあるわけですよ。であの大和田幕が説得に来るんですね、うん、でそれであの後醍醐天皇がお前のことを夢に見たみたいな、ね、はい、話で、であの太平古典太平記だったら夢にお前が出てきたみたいなことを言われて感激して尊王家として戦うんですけど、はい、大河ドラマ太平記はわしだって夢なんか信じておらん、しかし夢にでもすがるしかないのじゃ助けてくれって言われて、でここで決起したらもう一族長い戦いになるの分かってるけれども、はい、あえて正義のため義のために戦おうって言って屋敷を火に火を放って、うん、で一族郎党で山にこもるという、はい、描き方してるんですごい丁寧なんですね、うんうん、であの楠木正成の嫁役をやってる藤真理子が息子の正面に向かって「この部屋はお前が生まれ育った部屋です、目に焼き付けなさい」って言ってから自分の部屋に火を放つ、うん、子供部屋に、はい、っていうね、そういう描き方したらすごい説得力あるじゃないですか、はいはいはい、
で、まあ、そういった描き方から始まって、うん、で最後も有名な桜井の別れって言って、はい、もう後醍醐天皇が片山さつきの残あ違った坊門清忠って人の残言に騙されて信じちゃって、もう楠木お前は死地に行けとか言われて、そうか、はい、行くしかないのかって、うん、で息子お前だけは来るなっていう有名な戦前の日本人全員知ってる桜井の別れってシーンがあるんですよ、はい、大阪の島本町ですね、うん、はい、でそこで普通だとお前は大きくなったら俺と同じように死ねって教えるんですけど、はい、そのセリフの後お前は母を守れふるさとを守れそのため生きるのだその大きくなって自分の命が大事だと思った捨てていいと思ったら戦えみたいな話になってですね、はい、だ全部金八先生の演技でやってるから戦前戦中戦後と普遍的な、うん、楠木正成像が出来上がると、うん、で楠木正成って明治政府が広告士官のためにヒーローした人じゃないですかね。江戸時代からヒーローですからね、うん、ちなみに室町幕府がある時代は単なる逆賊ですからね。だから逆賊ヒーロー、それから戦後はよく分かんない人で、最後武田鉄矢と評価がすごい変わる人。そうですね、僕も龍馬の本書きましたけど、坂本龍馬もねやっぱり港川神社とか行ってね、うん、楠木正成とか参ってますからね。だから高杉晋作の鉱山好きを聞いて、港川神の戦いそのものですからね。ああ、まあ確かにそうですね。もう、うん、絶対勝ち目がない戦いに少数で突っ込んでいって楠木正成はまあ滅びて、その姿によって後世に影響を残すわけですよ、うん、高杉晋作が勝っちゃった負けて死んでかっこよく死のうと思った、勝っちゃった、うん、ね、それをかっこ悪いなって言ってるのが高杉晋作と仮面ライダーストロンガーなんです。何ですか仮面ライダー。いやだからヒーローの系譜全部つながってるの、はい、だから命がけで死ぬつもりで道連れにしようと思って生き残った、ああかっこ悪いなっていうのが美学なんですよ。ああなるほど。楠木正成みたいに勝てるわけがない戦いで散ってしまったのがかっこいい、うん、生き残った俺はかっこ悪いぜっていう謙虚さ、これが日本人のヒーローなんです。うん、まあ楠木正成と歴代日本のヒーローって大和尊信から銀河英雄伝説までってやってるんですよね。で書いてあるからね、いや本当に書いてありますから。で出てくるヒーローが大和尊信と源義経、うん、それから、まあ、栗山千方とか幕末に影響を与えた、まあ、思想家であり、まあ、水戸黄門も本当はそうですよね、うん、吉田松陰高杉晋作で特攻隊の人たちもそうだし、大東亜共栄圏の大義を信じて戦った帝国陸軍の名もなき軍人さんたちもそうだし、戦後はゴジラの芹沢博士、ウルトラマン、仮面ライダー、スケバン・デカーとね、いっぱい出てくるわけなんで、スケバン・デカーまあでも僕らが小さい時読んでた漫画そういうパターン多かったですもんね。だ自分のためじゃないものの何かのために戦って死ぬわけです、うん、自分のために戦うヒーローってダメじゃないですか、はい、まず宇宙戦艦ヤマトでお前戦場に女一人だけ連れてくんなよってツッコミが入るんですよ、はいはいはい、でガンダムになるとこの軟弱者がになるわけですよ、うん、ところがその軟弱者が勇敢な虐殺魔見えるガンダムみたいな勇敢なガンダムのアムロ君が勇敢な虐殺魔見えるような情けない作品がエヴァンゲリオンっていうね、うん、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって死ねその場でっていう、ねだいぶヒーローも変わってきたんですよ時代と。だからそれがヒーローになっちゃう。だからウルトラセブンって最後もう仲間を救うために過労死する話なんですけど、うんうんうん、平成初期の女子大生見てたらなんで他人のために死ぬのかわからないみたいな感想をドキュメントでやってるんですよね、はい、うん、だから楠木正成を復活させないとヒーローの復活はないと思ってですね、うんうん、でちなみに足利方も楠木のことは尊敬してた。うん、形式上1時間だけ晒し首にしたけど、はい、すぐパッと引き上げて実家に届けてあげてるんですよ、ね、うん、ああそうなんです、武士の名前になったんですね、うん、だから敵私利私欲と言われる足利ですら、はい、正成は尊敬してた、うん、正成はでもなんで本の中でも思ったのなんで後醍醐天皇をこんだけ支えたんでしょうね。天皇だから分かんない、ね、分かんないですよね。で後醍醐天皇には結構言うこと言ってますからね、うんうん、でね、謎なんですよね。何回も後醍醐天皇が離れてもいいような経緯があるじゃないですか、うん、でもそれでも最後までね注意を尽くす、うん、では実際赤松延伸なんて後醍醐天皇があんまりにも人手なしなんで1回で見切って二度と足利尊氏から離れないんですよ、ね、うん、はい、で当時の武士道というのはそっちなんですよ実は、うん、楠木正成なんて武士道でも何でもない、うん、江戸時代になって幕府が作った体制側の価値観でヒーローされただけなんです。
むしろ当時の武士道っていうのは一族を守るために、つまり土地を守るために、うん、あの主君を平気で変えろっていうのが武士道なの、うん、それが分かんないと当時の時代って分かんないですよね、うん、だから楠木ってめちゃくちゃ変わり者の変人なの、うん、だから分かんないでしょ。歴史学者って楠木がこんなことしましたは言えても、はい、なんでそれをやったかって説明できないですよ、うん、だからみんなに考えてほしいんだと思うんですけどね、はい、それは先生もパッと答えが出ないわけですね。分かんないですよね、うんうん、自分がその立場になってみれば分かるんじゃないですかね、うん、あ、幸いそういう機会が私なかったですよね、はい、よかったよかった、なるほど、平和な日本でよかったでもね、確かにその時代の移り変わりとともにその評価の変わる楠木正成を、まあ、昭和の、あれ昭和ですよね、また平成入ってましたっけ、平成ギリギリ入って、入ってますか、あの大河ドラマ、ね、あのにやったのは昭和天皇崩御で、まあこれ以上待ったってどうせ時流なんか見極めたって変わりっこないからやっちゃえって言ってやった、うん、じゃあ平成元年、はい、だからあの太平記第1話の冒頭ってベルリンの壁が壊れるところから始まる、あ、そうでしたっけ、うん、でちょうどその後ソ連が崩壊するんですけどね、うんうん、ですね、だからまあその平成の時代に、うん、まあ、その過去の楠木正成像とつなげるために、うん、金八先生を連れてきたと。そうなんです、はい、ね、ふざけたようで真面目なことしか言ってないでしょ、うん、という、まあ、その楠木正成が、うん、まあ、後醍醐天皇とどういうふうに動いたかっていうのが書いてあるので、うん、まあ、この本の中で見てください、はい、ということで、え、聞こえいいですかね、ああ、そういうことで、はい、はいはい、では次回このシーズン最終回ということで、まあ、あの冒頭に戻ってですね、はい、こう歴史を学んで今の我々は何をすべきかと、はい、これも、ね、CGS でもチャンネルクラウドでも、うん、それも一緒ですよ ね、 そうです ね、 ね、歴史を学んで、はい、オタクになるわけじゃないです、はい、歴史を学んで今をどう生きるかということで、次回まとめたいと思います、わかりました、はい、次回もよろしくお願いします、はい。